はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。楽天証券と SBI 証券って今ならどっちを利用するのがいいのか知りたいという方にお話ししていきます。この質問はよくもなんで気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では2022年最新版で 両者のサービスを徹底比較しておすすめを紹介しますのでこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いしますそれでは早速見ていきましょうではこのパートで2022年最新版楽天証券と SBI 証券はどっちがおすすめという話をしていきますが先にこの動画の結論をお伝えします 2022年最新情報で楽天証券と SBI 証券の比較は以下の通り。1、ポイント還元は SBI 証券が有利だが、楽天証券でも新しく始まった楽天キャッシュ決済なら0.5%還元はある。2、手数料体系は米国株投資をするなら、為替手数料の面で住信 SBI ネット銀行を経由できる SBI 証券が有利。 丸三、連携する銀行の金利では楽天銀行がかなり優勢。丸四、個人的な使いやすさは楽天証券の方が操作性はいいと思う。この結論をもとに2022年版にて楽天証券と SBI 証券を丸ごと比較するので、ぜひ最後まで見てください。 早速ですが、今なら楽天証券と SBI 証券、どっちがいいでしょうか互いにサービスの変更や新サービスの開始などが最近は多いため、2022年の最新版として両者を比較します。比較する点として、丸1ポイント還元、丸2手数料の体系、丸3連携する銀行の金利、丸4個人的な使いやすさで順番に紹介します。まずは丸1ポイント還元についてですが、 前提として、二つのポイント還元を知っておきましょう。一つ目は、投資信託保有のポイント還元率。これは、楽天証券は、先月の解約によって、毎月の付与はなし、一定残高、達成時のみ付与。SBI 証券は、銘柄によって異なりますが、人気どころの商品だと、大体年、年0.03%から0.04%です。続いて二つ目が、 クレカ積み立てのポイント還元率。こちらも楽天証券は、先日の解約によって、新しく始まった楽天キャッシュで0.5%。今まで人気だった楽天カードの積み立ては、ファンドによって0.2%から1%。これは次に詳しく見ていきます。一方の s b i 証券は、0.5%から2%で、カードによって異なりますが、普通のカードだと0.5%、ゴールドカードで1%、 最初の投資信託保有のポイント還元率は SBA 証券が有利ですがこれはよっぽど投資資金が大きくならないとおまけ程度なものなので優先してみるべきはこちらのクレカ積み立ててしょうクレカ積み立ては基本はどちらも0.5%還元ですが SBA 証券で三井住友カードをゴールドにできるなら1%還元になるのでこれも次に詳しく見ていきますはいこれは目新しいニュースですが楽天証券で 楽天キャッシュ決済が返しました。電子マネーの楽天キャッシュを楽天カードからチャージして、投資信託の積み立てに使うと0.5%の還元があるというものです。この楽天証券の楽天キャッシュ決済設定方法は、概要欄の関連動画を見てください。 今まで楽天証券では、こちらの楽天カードクレジット決済が常時1%還元で大人気でしたが、2022年9月分より e マクシ s スリム n o w の低コストファンドだと0.2%還元に下がってしまいます。 そこで注目されているのが、新たに誕生した楽天キャッシュ積み立て、一律0.5%の還元があり、積み立ての自動化もできるので、仮に月5万円の積み立て、0.5%還元だと、毎月250ポイントになるため、解約のあった楽天カード決済から乗り換える人が続出しています。一方、SBI 証券でのクレカ積み立てのおさらいもしておくと、三井住友カードで、 投資信託の積み立てができ、カードの種類で還元率が変わります。クレカ積み立ての対象カードはいろいろあるので少しややこしいんですが、プラチナにすると、クレカ積み立ての還元率が2%になる分、年会費がかなり高くなって微妙なので、今回注目したいのは、こちらの三井住友カードのゴールドで、クレカ積み立ての還元率が1%に上がります。そのため、SBI 証券で三井住友カードをゴールド以上にして、 クレカ積み立て1%還元がもらえるなら SBI 証券が有利と言えるでしょう。ゴールドの三井住友カードは年会費が5500円かかるんですが、年間100万円の利用で、翌年以降の年会費が永年無料となるので、初年度のみ年間100万円、月9万円程度、クレカを使える人なら、三井住友カードをゴールドにして、クレカ積み立て1%還元を狙うのはありだと思います。 ただし、このカード利用額100万円の中に、今回のクレカ積み立ってのカード利用額は対象外なので、その点は気をつけてください。次に、まるに、手数料の体系について、両社の手数料体系は基本同じと考えていいんですが、アップルなどの米国株や、VYM などの米国 ETF に投資する際の、為替手数料には明確な差があるので、紹介しておきます。 為替手数料とは、ドルなど外貨の購入時と売却時にかかる手数料ですが、SBI 証券だと連携しているスミシン SBI ネット銀行で買えることで、為替手数料を安く抑えることができます。 はい。スミシン SBI ネット銀行の買わ手数量をおさらいしておくと、こちらも先日、解約はあったものの、外貨ミターズサービスを利用することで、買わ手数量は片道3000で済みます。1ドル100円とすると、100万円を1万ドルに両替した際は、1万 ×3000、3, イコール300円の買わ手数量で済みます。 これが楽天証券だと片道25銭なのでこのケースだと2500円かかるため為わ手数料に関しては SBI 証券がかなり有利と言えるでしょうちなみにこの為わ手数料は積立ニーサーなので購入する投資信託にはかからないのでその点も知っておきましょう続いて丸3連携する銀行の金利楽天証券は楽天銀行 SBI 証券は スミシン SBI ネット銀行が連携する銀行としてあり、投資を行う際に銀行口座からの振り替えも可能ですが、金利においては、楽天銀行は先日、解約があったものの、普通預金残高300万円以下は年0.1%、300万を超える部分は年0.04%、スミシン SBI ネット銀行の年0.001%と比べるとかなり有利なことがわかります。 スミシン SBI ネット銀行は SBI ハイブリッド預金という SBI 証券と連携する口座もありますが、それでも年0.01%にしかなりません。仮に預金残高300万円なら、楽天銀行だと年3000円、スミシン SBI ネット銀行の普通の預金口座と年30円と利息は大きな差になります。このように連携する銀行の金利に関しては、楽天銀行がかなり有利と言えます。 最後に丸4。個人的な使いやすさ。これは人にもよるので、あくまで自分の感想としてお話しますが、楽天証券はかなり操作性はいいと思います。僕はいつもパソコンで見ていますが、どこに何があるかがとってもわかりやすいです。 一方の SBI 証券も、こちらの簡単積み立てというアプリなら使いやすく、クレカ積み立ての設定も簡単なので、SBI 証券が使いづらいと感じる人は、このアプリを試してみるのがいいかもしれません。じゃあ結論として、楽天証券と SBI 証券、結局どっちがおすすめかを、 お話しして終わりとします。どちらにもメリット、デメリットがあるので、自分に合っている方を選ぶのが大事ですが、例えば、ポイント還元を最大限狙いたい。米国 ETF に積極的に投資したいなら、SBI 証券がいいでしょう。一方で、連携する銀行の金利が少しでも高い方がいい。初心者なので、使いやすさを重視したいという人は、楽天証券がおすすめです。 とりあえず、どちらか一つを使うという人なら、個人的には使いやすさの面で、楽天証券でいいかとは思っています。積み立て NISA を行う際も、新しく始まったキャッシュ積み立て、年0.5%のポイント還元もあるので、まとめると、楽天証券と SBA 証券の違いをして、自分に合った方を選んでみましょう。 では最後に、今投資で不安な思いをしている方へ、自分が熱意を込めて書いた書籍、資産形成1年生を参考にしてください。投資の入門知識となるリスクとリターンの考え方や、米国株に投資をするなら、絶対に知っておきたい、過去何年持つと必ずプラスになったデータ、よく聞かれる、積み立妊婦で20年後に暴落しても、慌てなくていい理由などをイラストで解説しています。 また、読みやすさを重視すべく、全編フルカラーで、楽しい漫画もついていますので、投資を始めたい、続けたいけど不安があるという人は、ぜひ読んでみてください。本のリンクは概要欄に載せておきます。はい、では今日のまとめです。2022年最新情報で、楽天証券と SBI 証券の比較は以下の通り、丸1、ポイント還元は SBI 証券が有利だが、楽天証券でも 新しく始まった楽天キャッシュ決済なら0.5%還元はある。2、手数料体系は米国株投資をするなら為替手数料の面で済信 SBI ネット銀行を経由できる SBI 証券が有利。3、連携する銀行の金利では楽天銀行がかなり優勢。4、個人的な使いやすさは楽天証券の方が操作性はいいと思う。はい、こんなところですね。 また分からないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。